大家好，我是陈廷阳小杨。我喜欢的球员是 Sergio Ramos。最近从皇家马德里转到巴黎圣日耳曼。为什么喜欢他？是因为他防守非常的强悍，然后其实踢球还蛮聪明的。还有他在进攻上其实蛮全面的，然后也蛮有领导风范的。然后在喜欢的球队，其实因为目前都还好，对，就是每一队都会去看一下这样。那对于自己比较印象深刻的话，就是有一次在那个台湾比福尔摩沙杯的时候，第一颗进球，还有一次是在主场对上澳洲的一颗助攻，就是吊钟助攻。那这几颗都是对我来说印象蛮深刻的，对啊，因为那是足球非常开心、非常兴奋的时刻吧，对啊。好，谢谢大家。大家好，我是梁孟清，我喜欢的球员是马塞罗，因为我喜欢他在攻击端的个人技巧。喜欢的球队是皇家马德里，因为自己喜欢球星在里面。记忆最深的就是今年的五月入选成人队，就是自己很期望可以进成人队，然后五月的时候有进入培训名单。谢谢大家。皆さんこんにちは、体調不調の77番片田健信です。僕が好きな選手、尊敬している選手は元日本代表の川口芳勝選手です。好きになった理由は、僕が小さい頃サッカーを見ていて、その時に守っていたのが川口芳勝選手で、守ってる姿を見てものすごくかっこいいと思って好きになりました。で、好きなチームはガンバ大阪になります。僕がもともと大阪出身で、一番近くにある地元のチームっていうのがガンバ大阪で、よく試合も見に行っていたので好きになりました。で、僕が一番印象に残っていることは高校3年間の、最後の1年になります。最後の1年は僕自身怪我ばかりで、いい思い出よりも悪い思い出の方が多かったんですけど、それでも、努力をし続けることで、最後の方には試合も出ることができ、まあ、自分にとって一番いろんな経験ができた年かなと思っています。以上になります。